新百合ヶ丘駅は神奈川県川崎市麻生区満福寺一丁目にある小田急電鉄の駅である。駅番号は O23 駅長所在駅。町田管区新百合ヶ丘管内として多摩線を管理している。周辺地域は新百合の略称で故障されることもある。小田原線、多摩線ともに一部の特急ロマンスカーが停車するなど、 川崎市安岡の代表駅となっているが、歴史的には新しい駅である。多摩線開業に伴って開設された新しい駅であり、隣駅である、ゆりが丘の名前がすでにニュータウンの町名として定着していたことから、新ゆりが丘となる。島式ホーム3面6線の地上駅で、京城駅舎を有している。1.2番ホーム、3.4番ホーム、5.6番ホームで、 それぞれの島を形成する。2018年3月17日以降から、江ノ島線及び夜間の一部小田原線直通の急行、快速急行が多摩線3番ホーム発着、多摩線の各駅停車に接続するなどの変更が行われた。2005年9月から2008年まで駅改良工事が行われていた。この改良工事で新宿方面に駅舎を増築し、 増築部分には、エレベーターや、待合室、エスカレーター、多機能トイレ、商業施設、改札口などが設置された。既存駅舎についても、天井や内壁、外壁、床、階段などが改修された。新宿よりに増築された、中央東改札口、各ホームへのエスカレーターについては2008年3月1日に、使用を開始した。 続いて、同年三月六日には、増築部分に小田急マルシェとして、工事前に一旦閉店していた、小田急マート、北欧が再開店、ミニープラ、タリー、エスコーヒー、ザボディショップ、カルディコーヒーファームなどが新規開店した。なお工事開始直後には、従来の屋根部分の板が撤去されて、剥き出しになったことから、当時取り沙汰されていたアスベスト問題に対する心配が、 利用客の間で出た。その後、アスベストを使用した、断熱材は使用しておりませんという内容の看板が、駅構内に掲示された。2019年度の1日平均乗降人員は128,155人で、ある。小田急電鉄の駅の中では本厚木駅に次ぐらい8位。2019年度に、相模大野駅を上回った。近年の1日平均乗降 乗車人員の推移は、下表の通り。開業当初は、給料の中にある駅といった状態だったが、その後、麻生区の拠点、または、川崎市の北部副都心として発展し、駅開業から20年で利用者が7倍以上にまで、増加した。1998年度に建設省の都市景観、100選を受賞した。当駅周辺が開発されるようになった経緯には、 小田急電鉄による多摩前沿線の開発があった。多摩丘陵の市街化圧力が強まる中、スプロール化を未然に防止するために、小田急が地元と一体となって1970年代頃に計画され、当駅周辺も西ゆりがお家区として土地区画整理事業が行われることになった。当初は小田急が主導して区画整理組合が設立される予定であったが、 川崎市の新都心という位置づけのもと、川崎市が組合を設立し、川崎都市計画新百合が丘駅、周辺特定土地区画整理事業が施行されることになった。この土地区画整理事業では、乱開発の防止という目的だけでなく、農家の生活の安定を図るために、時代の要請に適応した新しい地域社会を建設することも狙いとしていた。 土地区画整理事業の施行後は、しばらく、上物建設マスタープラン及び、商業、業務マスタープランを指針としていたが、1987年に、商業、業務地区を中心に、地区計画が決定された。商業施設としては、発展の途上であった1983年に、南口の各テナントとして、西部セゾングループの進出が決定され、 現行のンスタイル新百合ガオが当たっているところには、西武百貨店を主体としたショッピングセンター、新しユリキューオーパが建っているところには、西武セゾングループ運営のホテルがそれぞれ建設される予定であったが、バブル崩壊による西武セゾングループの不審や駅周辺の道路整備が十分ではなかったなどの理由で、1994年に進出を撤回した。 その後、新百合ヶ丘エルミロードと新百合ヶ丘サティビブレが完成してからは急激に発展し、周辺道路の交通状況は悪化した。2000年代に入り、駅前には多くの施設が進出し、南口の朝日銀行グランド跡地には昭和音楽大学が2007年4月1日に厚木市より移転して開校した。北口から3分ほど歩いたところの丘陵地帯では、新たに 満福寺土地区画整理事業が施行され、2007年に新百り山手として町開きし、大規模マンションや住宅、文化、医療施設が次々と建設されている。町内会が町の美化を図っており、駅周辺では風俗営業を禁止している。このため、中規模の証券を形成する市街地を駅前に用しているにもかかわらず、遊戯場は1点のみに止まっている。 新百合ヶ丘駅、南口バスの折り場駅南口ロータリーに乗り入れる、路線バスの運行は、小田急バス、川崎市交通局、東急バス、京浜急行バスと、京成バスの5社局である。発着路線の詳細については、各営業所記事を参照されたい。市バスの臨時バス、快速、ミューザーは当駅を終点としている。駅北口から徒歩5分ほどの路上に設置され、 神奈川中央交通東と小田急バスの一部バス路線が停車する。泉玉川駅から東駅までの複々線化事業が基本計画として構想されているが実施時期は不明。新宿側にある引き上げ線はこれを考慮したものでもある。横浜市営地下鉄ブルーラインには、あざみの駅から青葉区のすすき屋付近まで延伸し、 最終的に、新百合ヶ丘駅まで延伸する運輸政策審議会、等新大18号計画がある。国土交通省では、あざみのすすき、ノマを2015年度までに開業すべき路線、すすき屋から新百合ヶ丘間を同年度までに整備に着手すべき路線として挙げられている。横浜市の交通事業の再建問題との兼ね合いにより、具体化は難航していたが、 同市の2014年度予算案にブルーラインの延伸調査費が盛り込まれることになった。2018年12月31日、横浜市はブルーラインをざみ野駅から当駅まで延伸する方針を固めたことが発表された。2030年頃の開業を見込んでおり、完成すると当駅新横浜駅間は小田急小田原線町田駅の理解で、 約35分かかっていたところを乗り換えなしで結ばれ、約8分程度移動時間が短縮されて28分程度になる見込み。太陽に吠えろ。第94話、裏切りでゴリさんが犯人を追跡、格闘の末逮捕するシーンの舞台として、建設途中の本駅が登場している。また、TBS で放映されていた、一夏のラブレターのロケも行われていた。 ありがとうございます。